コネチカットはアメリカ海軍の戦艦。コネチカット級戦艦の一番艦。艦名はコネチカット州にちなむ。その名を持つ艦としては4隻目。コネチカットは1903年3月10日にニューヨーク海軍造船所で寄港し、1904年9月29日に A. ウェルズによって命名、浸水。1906年9月29日に初代艦長。 ウィリアム・スウィフト大佐の指揮下収益した。収益後は1907年1月にキューバに向けて最初の任務に出向するが乗組委員の間にョーチフスが発生したちにニューヨークに帰還した。その後再び出向するとプエルトリコのクレブラで座礁した。ワシントン・ポストによるとスウィフト艦長は総ダ種の助言に従って航行部位の反対側の航路を進むよう命じ。 結果として船底がぶつかり座礁することとなった。その後コネチカットは大西洋艦隊と合流1907年4月16日に帰還となり、同月末には大統領の関越式とバージニア州ジェームズタウンで開催されたジェームズタウン博覧会の開会式典に参加した。1907年12月16日に帰還としてバージニア州ハンプトンローズから グレート・ホワイト・フリートの世界巡航に出航した。1908年5月8日に大西洋艦隊は太平洋艦隊とサンフランシスコ湾で合流し海軍長官による関越を受ける。連合艦隊はその異様を世界に向けて誇示し、コネチカットは機関として巡航を継続した。艦隊は1909年2月22日にハンプトン・ローズへ帰還し、 コネチカットは1912年まで大西洋艦隊機関として訓練や記念式典に参加、母校のバージニア州のオフォークから東海岸及びカリブ海を巡航した。1910年11月2日から1911年3月17日の間にコネチカットはヨーロッパ水域への偵察巡航を行う。1913年から1915年まで、 大西洋艦隊第四艦隊の機関となり、1913年10月から11月まで地中海への短期巡航、その後はカリブ海海域でメキシコ及びハイチでの緊張に応じてアメリカ国民の保護任務に従事した。1916年にフィラデルフィア海軍造船所で修理及びオーバーホールを受けた後、コネチカットは大西洋艦隊第五艦隊戦艦部隊の 期間として1916年10月3日に任務に復帰する。アメリカ合衆国が第一次世界大戦に参戦するまでコネチカットは東海岸沿い及びカリブ海で活動を継続した。第一次世界大戦の間はバージニア州のヨークリバを拠点としてチェサピーク湾で商船の法院や海軍兵学校生の訓練任務に従事した。 対戦が終わると1919 19年1月6日から6月22日まで兵員輸送任務に従事しフランスからの機関兵を4度輸送した。コネチカットは1919 19年6月23日に再び大西洋艦隊第2戦艦隊の機関任務に就いた。1920年の夏にコネチカットは海軍兵学校生及び海軍予備役兵の訓練巡行で 西海岸、カリブ海に向かう。翌年の夏には同じく訓練巡航でヨーロッパを訪問した。1921年8月21日にフィラデルフィアに帰還し、コネチカットは太平洋艦隊の帰還に任命される。10月28日にカリフォルニア州サンペドロに到着すると、その後は訓練及び記念行事へ参加し、西海岸沿いに巡航した。 1922年12月16日に、コネチカットはピュージェットサウンド海軍交渉入りし、1923年3月1日に退役した。その後ワシントン海軍軍縮条約に従って、1923年11月1日にスクラップとして売却された。ありがとうございます。